ルカラスカは、イタリアのクラシック音楽のピアニスト。武蔵に国際ピアノコンクール、カザグランデ国際ピアノコンクール、ビオッティ国際音楽、コンクールピアノ部門の3つにすべて入賞した、唯一のピアニストである。国際コンクール歴は2005年まで続くが、そのほとんどはイタリアで行われる、国際コンクールであった。国外の受賞歴には、 ロンドンのワールドピアノコンペティションやドルトムントのシューベルト国際コンクールが含まれる。12歳でルイジファイトに認められ、ピアニストとしてデビュー。国際コンクールの挑戦はまだ音楽院のディプロマがなかった16歳の時にまで遡る。2004年以降はほぼ毎年のように国際審査員としてピアノコンクールに顔を出し続けている。1992年よりイモラに在住する。 現在は、ヤコッポとマジに音楽院で、ピアノの教鞭をとっている。近年の活動として、アルウィーズ・ベキートの著書の編集作業が挙げられる。基本的にはオールラウンダーであるが、ルカ・トラブッコとの4テレンダによる、バッハ・レーガーのブランデンブルク競争曲全曲といった、普通のイタリア人には手が出ない難曲も、稀に見られる。ホームページによる、情報発信に熱心で、 数度衣替えを行っているが、かつてはショパンの練習曲の MP さんを全曲アップロードしていたことがある。ありがとうございます。